先生、おはようございます。では、今日も一日、頑張りましょう。ブレイクタイムですね。先生、どうしましたか？私、アメリカでは、ペンシルベニアに住んでます。自然が
多くて、いいとこです。先生が来たら、案内します。先生、今日も楽しかったです。明日も来てくださいね。バイ。もしもし、うかいです。アリソンさんへのレッスンお疲れ様です。今回アリソンさんの指導についていろいろと考えられていると思うのですけど、もしよかったら一度スマホの指導目標ってアプリ見てみるといいかもしれないです。これは本社からインストールしているアプリなんですけど、いわゆるちょっとした目標設定のためのアプリなんです。アリソンさん、迷われていることがあるとのことで、自信をつなげるのにいいかと思います。ちょっとしたご褒美も用意してますので、ぜひ一度確認してみてくださいね。それでは。
はい、先生。今日のレッスンは何ですか？ブレイクタイムですね。先生、どうしましたか？小さい頃から歌うの好きでした。今も好きがずっとあります。ギターも絶対好きは一直線ですよ。先生、ここなんですけど、なんて意味？ということですね。ありがとうございます、先生。先生、今日もありがとうございました。明日も同じ時間に待ってます。
先生、おはようございます。では、今日も一日、頑張りましょう。ブレイクタイムですね。先生、どうしましたか？私、アメリカにいても、ジャパニーズフード好きでした。でも、日本で食べるの、もっと美味しい。来てよかったです。猫います？先生、ジャックマン。振られました。猫は気まぐれです。先生、今日も楽しかったです。明日も来てくださいね。バイ。
チェックされてますか？これは生徒さんとレッスン以外でもコミュニケーションが取れるアプリで、今アリソンさんの ID が登録されていると思います。直接指導に関係するわけではありませんが、アリソンさんと仲良くチャットできますし、ぜひ一度確認してみてくださいね。あ、私のアカウントも本社名義で登録してあるはずなので、指導のおさらいに一度確認してみてください。それでは。はい、先生。今日のレッスンは何ですか？ブレイクタイムですね。
先生、どうしましたか？ここ、my friends、友達の家族の家です。だから今は、my friends family と住んでます。もう日曜日も終わってしまいますね。先生、私明日のエグザム、テスト頑張っていきます。応援しててくださいね。本社の鵜飼です。アリソンさんの結果が分かりましたのでお伝えします。いい結果でした。日本について詳しくなられたということで、エージェントさんも喜んでいましたよ。それでは先生、この結果をアリソンさんに伝えに行ってあげてください。よろしくお願いしますね。先生、お待たせしました。テストの結果が分かったんですよね。どうでしたか？本当？私すごく嬉しいです。先生、本当にありがとうございます。もっと日本にいられるの先生のおかげです。これからもレッスンお願いしたいです。だから See you next lesson。指導本当にありがとうございました。1週間という短い期間で想定以上の結果が出せたということで、エージェントさんも喜ばれてましたよ。
先生の愛情がアリソンさんに伝わった結果ですね。今後もこの調子で様々な科目や話題に工夫を凝らしていけば、今以上にいいレッスンができると思います。生徒さんのやる気もですけど、我々家庭教師側が熟達していけば、生徒さんも一緒に上達していくはずです。私もバッチリサポートしますので、何かあったら連絡してくださいね。今後ともよろしくお願いします。それでは